段ボールをね、ちょっと実家に持ってきました。うちの母親が沖縄修行っていうところで、紙を売ってるんですね。それに足しになればいいなと思って持ってきました。今日の朝ごはん、これ買ってみたんだけど、あんまりですね、僕は。ちょっとね、カロリー控えめって書いてあるでしょ。あんま甘くないんだね。甘くないので、いまいち。個人的にはもう少し甘い方が良かったなっていう感じで。希釈しないで飲めるから、楽っちゃ楽なんだけど。ちょっと微妙、塩味が少ないね。あのナベスコとかが出してるやつの方が個人的には好みです。だけどなんか乗っけて食うとか、チーズとかトマトとかあるじゃないですか。ああいうのやるんだったら、調味するんだったらこっちの方がいいかもしれない。単体で食うんだったらナベスコのソルティークッキーの方が美味しいという、今日今一コンビの朝ごはんなんですけど、いろいろ最近新しいもの買ってみてるんですよ。何が一番いいのかなっていう、自分探しの旅というか、食材探し、自分ベストフィットみたいな感じで挑戦してるんですけど、いただきます。やっぱりほぼ無縁、ほぼ無縁クッキーって感じ。バイクのミラーはバッチリハマりました。ありがとうございました。皆さん、なんか温めてっていう意見が多かったんですけど、とりあえず段階的にやろうと思ったんですよ。何もしないでできる方法、それがちゃんと足してミラーのアームをこうグッてやったらいけるみたいなコメントもあったんで、それやったら入ったんですね。あれやって、温めやって、プラの方ね。で最後にその冷蔵庫の棒は冷やしてプラを温めてっていうガチャンっていうのをやろうと思ったんですけど、段階的にしょっぱな入っちゃったっていう。なんで結構無理やりガッとやればハマるんだなということですね。勉強になりますね。で見た感じ、次は全体のハビ落とししないといけないんで、コメントにあったように言いたいのね、あのネジダウルスのリキッドあるじゃないですか、あれを使って全体的にサビをガッと落とそうかなっていう感じで、落とした後にマフラーだけは取って塗装、耐熱塗装、ちょっと黒かっこいいなと思ったんで黒で塗装してみたいと思います。初めての塗装かな。でガスケットとかも一応注文してるので、一応その辺は問題ないような感じでちゃんと塗装したらいいかなと思ってますね。株もそうですね、いろいろ完成っていうのはないと思うんだけど、最低限のノーマルベースまで持っていけたらいいなと思ってます。半額パンゲット。チーズがこれ、チェダーチーズ。うわ、ちょっと焼きすぎたねこれ。いただきます。ちょっと失敗しちゃいましたね。
で終了。焦げちゃったな、ほんま。いただきます。あ、でもうまい。こう思った方がいいか、見栄え的に。チーズ2枚入れの方がいいかも。少ないね、つまんだ。ごちそうさんです。はい、今から迎えに行きます。ハイエースで。今は時間が9時44分ですね。時間はまちまちですね、いろいろ。朝迎える時もあれば夜迎える時もあるんですけど、早瀬先生は基本早く行って遅く帰ってくるっていう問題があります。問題っていうかことが常です。なんでかっていうと、まあ動画用っすね、撮れ高的な感じだったり、朝早くから動いた方がいろいろその日も使えるし、帰る時も遅い方が、まあ、お疲れ様をしたりとか、あとは撮影が、そう、撮影時間問題ですね。長くいたいってことですよ、現地に。っていうことで、だいたい早く行って、夜遅く帰ってくることはほとんどですね。入るかな、これ。なんか土とか乗ってるけど。で、タイエースとアトレイがあるんで、この辺は状況に乗って持っていくっていう感じですね、基本的には。音もですね。カフェオレ。だいたい迎えに行く人はバラバラですね。バラバラ、みんな行くって感じ。暇な人が行くって感じですね。もちろん遠征に行ってない人と、あと翌日の朝が早くない人とかいうのが基本ですね。で、基本は ETC ですね。僕らはハイエースとアトレイか、両方とも ETC をつけてるので、つけてもらったので動画内で見てわかると思うんですけど、感じで高速乗って行くって感じで、うるま市から那覇空港まではだいたい40分45分ぐらいで着くので、ぐらいかな、だいたい。そうそうそう、それで迎えに行くって、そこからピックアップして戻ってくるっていう感じで、基本的には事務所返したんですね。事務所集合してピックアップして行って、事務所に帰ってきて解散っていう形ですね。やっぱりでも帰ってきても、そこからちょっと荷物を解体したりとかあるんで、もう体力が厳しい時は翌日にやったりしてますね。時間が少し早いので待機ですね。待機するって感じです。空港は結構荷物ピックアップに時間かかったりとか、あとは遅延ですね。便の遅延っていうの結構あるので、連絡来るまで待つって感じです。連絡来たら着いたよっていう、今荷物取ってますとか、いろいろ随時連絡が来るんで、それ次第ですね。なんで一旦待機したいと思います。時間帯によって結構混んでるんですけど、今は時間がちょっと遅いんで、どこでも止められると、まあ、なるべく出口の遠い、あ、違う、出口が近いところから僕はいつも止めますね。なるべく早く帰りたいから、一番出口に近い場所に止める、かつ入れやすいやつ。ハイエースが大きくてね、駐車がなかなかレイン難易度高いんで、少し簡単な駐車場所に止めます、大体。よっしゃー、着いたー。今時間が10時38分ですね。便が35分に着いてるみたいなんで、今多分荷物取ってると思います。いや、雪は降ってないですよ。雪は降ってないけど、でも朝降ってたっていう噂もあった。俺たちが来る前の日、俺たち来る前の日はね、確か降ってたとか言ってたね。バンバン一応2回目じゃん、北海道2回目です。こっちが全然違った。なんか全然、前回行った時と苫小牧だっけ、前は。はい、苫小牧行った時とは網走、網走なんですけど、もう全部行ったんですよ、北海道端から端。そうそうそ そう横断みたいな。そう、海沿いから山沿いにかけて全部行って、稚内行って。車ですか。車で、車なんと走行距離2000キロ。やばくない？4日間で2000キロオーバーよ。基本ドライブ動画、ドライブ遠征みたいな。ドライブ遠征なんですけど、全部右見
ても山、左見ても山だから、もうずっと一緒なんですよ、うん、ずっと一緒、景色がもうずっとこの、もうこれだったらもうずっとこの感じ。あと、配信資金、ああ、言ってましたね、速攻連絡来てましたね、19万、最初19万で、で、俺が戦えてる分取って、で、残りで、まあ、回せるかなと思ったら、なんとね、最初の1日でね、もう、もうすぐ終了みたいな。あれって何代ですか、ホテルは一応最初、一番最初のホテル代と、あ、初日だけですか。いや、他にもホテルあったよ。 あと、熊よけスプレーとか、熊よけスプレー、1本1万5000円の消費税かける4本結構高いですね、とかレンタカー4泊分とか、うん、レンタカーで7万超え、うん、ちょっと想定が甘すぎましたね。想定が甘すぎた。20万ぐらいかな、あれば足りるかなと思ったら全然違う。で、俺いくらおろすと思う、ほうちゃん。15万。で、20万。20万おろして倍額、うん、やばーと思った。一番思ったのはこの沖縄とのギャップっすね。何が一番違う？温度。あ、温度。俺一番 最南端から最北端1日で行ったんすよ。あ、真っ暗です。波照間っていうところから帰ってきて、あ、そっかそっか、次の日北海道じゃないですか、ね、すごいね。僕も西表からすぐ北海道行ってるから温度差20度、うん、やばかったね。少なくともサンダルで行った、もちろんじゃないですか。シャズルで行ったり、やばすぎた。けど、まあ、北海道も朝7度とか6度とか、あ、7度か始まって昼までには20度近くまで行ってますよね。結構じゃあ温度差は、そう、天気がいい時はから、また夜になったら急にカンって冷えるんですよ。体調崩しそうっすね。ラーメン屋ってわけさ、そうよ。ラーメン屋のおばちゃんが、あの、何言っても、あの、マントを取ろうぞ。マントを取る、北海道でマントを取ろうぞ。ああ、そういうこと。北海道美味しいでしょみたいな、うん、北海道の、しかもここは網走はみたいな、網走マウントを常に出してくる。網走、札幌マウントじゃなくて網走マウント、網走バンバンが自分沖水にいて、自分海で養殖してますよみたいな、海で養殖、あの、勉強してましたよって言ったら、そんなの北海道もう大昔からやってるよって。すいませんってなって、バンバン謝る、謝ってよな。バンバン対北海道だったな。バンバン対北海道ですね。それでちょっとテレビ見るじゃないですか、消えてるみたいな、うん、テレビでおばあちゃんが話してる、絶対おばあちゃん、おばあちゃんが話してる時にちょっとテレビがちょっと野球やってて、でそれを一瞬チラッて見たわけ。チラッて見てたら、あんたたちちょっと話聞いてるみたいなね。もうおばあちゃんをかまってあげないと。なるほど、かまと、かまとばあちゃん。もうラジオなんすよ。止まんないんすよ。1行ったら1000ぐらい言われて帰ってくるんすよ。 あっち癖強いな。癖強いっす。なまりとかあるんすか。あんまなかった。あ、でもちょっとだけ沖縄と似てる。何々さっていうサイズ。何やさ、さ、なまらとか言ってなかった。あ、言ってた。なまら、なんまとか言うそれ。けど、聞きやすいよ、沖縄の方言で比べて。そう、優しい喋り方はちょっとゆっくりだから、沖縄と似てるような気もした。めっちゃいいよ。ハマちゃん、ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございます。来たー。わー、着きました。やった、帰れる。お疲れ様でした。はい、というわけで0時26分に家に着きました。お疲れさんです。